チェゼーナは、イタリア共和国エミリア・ロマーニャ州にある都市であり、その周辺地域を含む、人口約9万7千人の基礎自治体。フォルリチェゼーナ県の県都の一つで、県内では、フォルリに次ぐ、コムーネ人口を有する。古代以来の歴史を持つ都市で、ルネサンス期には、マラテスタ家のもとで繁栄し、ヨーロッパ最古の市民図書館とされる、マラテスティアーナ図書館が開設された。 18世紀から19世紀にかけて3人の教皇を排出している。フォルリチェゼーナ県東部に位置する。フォルリと並んで、フォルリチェゼーナ県の県都である。フォルリチェゼーナ県外略図隣接コムーネ隣接する、コムーネは以下の通り。RA はラベンナ県所属。チェゼーナはもともとウンブリ人やエトルリア人の町で、セスナの名で呼ばれていた。 ガリア人が短期間支配下に置いた後、期限前三世紀にローマ人の手に渡った。戦略的に重要な兵営都市としての役割を果たし、マリウスとスッラの戦争に際して破壊された。ダイプリニウスは、チェゼーナの武道酒が最も美味であると言及している。ドゥオーモ中世初期には、東ローマ帝国のラベンナ総特領と、ランボバルド王国の国境の都市であった。 754年に、フランク王国のピッピン三世がこの地を征服し、ローマ教皇に寄進された。教会領となった後は、教皇直轄領になったり、ラベンナ大司教領になったりが繰り返され、12世紀後半には、短期間ながら市民共和国が成立、その後は、教皇と神聖ローマ皇帝の間で、長期にわたる争奪が繰り広げられた。オルデラ・フフィが短期間支配したが、 1357年には、アルボルノス,スーキ教を率いる強行軍による長い後為戦の末に、その支配は終焉を迎えた。この戦いでは、チア・オルデラフィの奮戦が伝えられている。八聖人戦争中の1377年、コムーネは、ささやかな反乱を起こした。この反乱は、ロベールド・ジュネーブスーキ教の指揮の下、傭兵隊長、ジョン・ホークウッドが率いる。 ウルトン人部隊によって鎮圧された。この際、教皇グレゴリウス11世の教皇特使として、振る舞ったジョンホークウッドは、2500人ないし5000人と言われる市民を殺害した。当時の戦争法でも残虐行為とみなされた、この一件は、非難を浴び、司令官であったロベールは、チェゼーナの虐殺者の汚名で呼ばれることとなった。その後、この都市は、 教皇ウルバヌス六世からガレオット一世マラテスタに与えられた。マラテスティアーナ女王マラテスタ家がこの都市を統治した1379年から1465年にかけてチェゼーナは復興し繁栄を遂げた。都市を見下ろす丘の上には城が再建された。マラテスタのベンロッコとドメニコマラテスタが城の近くに開設したマラテスティアーナ図書館は ルネサンス期の図書館の恒例であり、多くの優れた写本を所有した。1465年に、ノベロが没すると、チェゼーナは再び教皇領に戻った。1500年には、チェーザレ・ボルジアがこの都市を手に入れ、短命に終わった彼のロマーニャ公国の首都となった。その後のチェゼーナは、教皇領の地方都市の一つとなった。世紀後半から世紀前半にかけての、 教皇を長く務めたピウス6世とピウス7世がチェゼーナの生まれであり、またピウス8世がチェゼーナ主教を務めていたことから三教皇の都市の名で呼ばれた。ピウス6世、ピウス7世の時代はナポレオン戦争の時代である。統治はフランスによって占領されてチザルピーナ共和国の一部となり、数多くの修道院や教会が特権を剥奪された。 ピウス6世の友人で教皇の座と名を継いだ、ピウス7世は皇帝ナポレオンと激しく対立し、ナポレオン没落後は教皇国家の復活に手腕を発揮した。19世紀後半、市民の中にはイタリア統一運動で顕著な役割を果たす者もいた。第二次世界大戦においてアペニン山脈に築かれたゴシック戦に近い、この都市は激しい爆撃を受けた。 1992年にホルリ県からリミニ県が分割された際、この都市はホルリと並ぶ県とに位置づけられ、県名もホルリチェゼーナ県に改められた。チェゼーナには以下の分離集落がある。サッカークラブチームウェイ AC チェゼーナの本拠地である。ホームスタジアムはスタディオディのマヌッツィ。1940年設立されたクラブで、1970年代、 以来しばしばセリエ A の昇格と降格を繰り返している。2013から14シーズンはセリエ B に属している。ありがとうございます。